はいよ、タケル君、ご苦労さん。お疲れ様でした。今日の飲みよかったんやないですね、はい、うん、ちょっと前に迷惑かけたけど、自分ごとやけんで予想会で、はい、この大竹野君という人は自分が見てスピードがあるからちょっと気をつけてね、はい、3着、2着で入れない考えはないだろうかということは話してたら、はい、その言った通りに飛んできてくれたけどね、あれと思って思ったけどね、もともとああいうまくり足というかまくり追い込みみたいな足はあるわけやろ。そうですね、先行はちょっと苦手なんですけど、うんうんうん、スピードにかけてはなかなかある時があるね。はい、ね、はい、うん、まあそういうようなことで明日は大竹野君はどういうような戦法を取ります。九州の3番手から、うん、あ3番手です、うん、まずということ。で、大竹野君も自分でまくったりとかその早めに追い込むとかいうこともあるのやろ。ちょっとみんな強いんで、うん、分かんないですね。うん、分からんけど明日は3番手から勝負です、はい、一応ね、はい、けど今日のスピードだったら構わない、狙っても。そうっすね、優勝したいっす。そうだね、はい、でやっぱり前が戦ってくれるということがあればよね、チャンスがあれば行くと。そうっすね、はいね、はい、まあ今日の自分がそういうことを言うてちょっと人の前でこの8番が気をつけちゃわないかんでっていうようなことも言うたけど、ああ、そういうところがあるということやから頑張ってほしいね、はい、うん、優勝したいです、うん、なまた明日はね、はい、今日ゆっくり休んで、はい、明日は頑張ってください、はい、はい、どうもありがとう、ありがとうございました。